眠れる朗読の時間第32回新見南吉第20話消防と黒第1回。草むらを興行して歩くサーカス団がありました。10人そこそこの軽業師と年取った黒熊と馬2頭だけの小さな団です。馬は舞台に出るほかに次の土地へ移っていくとき赤い羅車の毛布などを着て荷車を引く役目をもしていました。ある村へ着きました。座員たちはみんなで手分けしてタバコ屋の板壁やお湯屋の壁に赤や黄色で刷ったきれいなビラを貼って歩きました。村の大人も子供も強い陰気の匂いのするそのビラを取り巻いてお祭りのように喜び騒ぎました。テント張りの小屋がかかってから3日目のお昼過ぎのことでした。見物席からわーという歓声と一緒にパチパチと拍手の音が響いてきました。するとダンスを終わったお千代さんが薄桃色のスカートをひらひらさせて舞台裏へ引き下がってきました。次は熊の黒が出る番になっていました。熊使いの五郎が妖怪色になったビロードの上着をつけ長靴を履いてシュッシュッと鞭を鳴らしながら檻のそばへ行きました。さあ黒子出番だ、しっかり頼むよと笑いながら扉を開けましたが、どうしたのか黒はいつものように立ち上がってくる様子が見えません。おやと思って五郎が小言で見ますと、黒は体中汗だくになって目をつむり歯を食いしばって太い息をついているのです。大変だ団長さん、黒が腹痛を起こしたらしいです。団長も他の座員もどかどかと集まってきました。五郎は団長と二人がかりで竹の皮でくるんだ黒い丸薬を飲ませようとしましたが、黒は食いしばった口からふうふう泡をふきふき首を振り動かしてどうしても口を開きません。しばらくしてピリピリとお腹のあたりが波を打ったと思いますと、黒は四つん這いになって檻の中を駒のように狂い回りました。それから藁のところにどたりと倒れてふーっと大きい息を吹いて目をしょぼしょぼさせています。見物席の方からは次の出し物を催促する拍手の音がパチパチ響いてきます。そこでとうとう道家役の佐吉さんが黒に代わって舞台に出ることにしました。その時誰かが消防がいたら薬を飲むがなとため息をつくように言いました。団長はそうだ落ちよ消防を連れてこいと太いダミ声で命じました。お千代は馬を一頭引き出してダンス姿のままひらりとまたがると白い田んぼ道を隣村へ向けて駆けていきました。2消防は初日のはしご乗りで足をひねって筋をつらせ隣村の病院に入っているのです。消防の病室の窓際には青霧が葉っぱを広げて部屋の中へ青い影をなぎ入れていました。消防は白い寝巻きのままベッドの上に座って
青霧の幹は象の足みたいだなぁと思いながらガラスの向こうを眺めていました。すると門の方でひずめの音がしました。やがて誰かが廊下を伝わってこっちへやってくるようです。ドアの向こうにお千代さんの顔を見つけ出すと消防は飛び上がって喜びました。姉さん、僕もう治ったよ。さっきもここでトンボ返りを打ってみせたの。お千代さんはいつも消防を本当の弟のように可愛がっているのでした。へえ、早く治ってよかったわね。あのね、翔ちゃん、大変なのよ。黒が腹痛を起こしちゃって、お薬を飲ませようとしても飲まないの。みんな困っているの。だから翔ちゃんを呼びに来たのよ。黒が？では僕帰る。もうすっかりいいんだもの。二人は院長さんにお許しをいただいて、一緒に馬に乗って帰っていきました。看護婦さんは門の外まで出て見送ってくれました。続く。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。またねー。